はい、皆さんこんにちは。プロレスラーのカニキングです。本日は2月22日猫の日ということで、今日の動画はですね、去年の6月に行われましたカニキング興行より角田尚選手のトークショーをお送りいたします。皆さんこんにちは。マイク入ってますか？大丈夫ですか？はい、今日は早くからお越しいただきましてありがとうございます。ですね、今日は新たな試みとして特賞をやります。一応ね、カミカミキングのトークバトルということで、30分間、お話をね、だらだらとやっていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。第1回目のゲストはこの方、角田尚選手。やったー。入りますか？大丈夫ですか？大丈夫です。入場曲が久しぶりにかかった。嬉しい。ありがとうございます。はい、後ろの方にちょっと申し訳ない、ちょっと後ろ見にしてみました。たまにちらっとこっち向きます、はい、じゃあ座りましょう。年なんで座ります。はい、年なんで座ります。わ、すごい、はい、なんか皆さん結構早く来てくださいましたね。そうですね、ちょっと知らないですけど、楽屋にいるから。いつも早いですよ、みんな。はい、ありがとうございます。みんな会社休んで来てますから。ありがとうございます。はい、ということでですね、実は今日ね、せっかくトークショーやるっていうんで、はい、いろいろとね、テロップとかを用意して、ガッチリやろうと思ったんですが、はい、一切用意できませんでした。そうなんですよ。なんか、事前に、なんかカニさんが、質問とかしてくれるって言うんで、なんかでわざわざね、それをね、事前になんか聞いといた方がいいみたいな感じでわざわざ言ってくれて、あ、ちょっと不安なんでぜひ事前に聞けたら嬉しいですとか言ってたら、当日来たら、まあ、入り時間選手と一緒ですからね、今日選手と同じ時間の4時にここに来て、そしたらごめん、ちょっと忙しくて何にもできなかったって言われて、席札貼ってもらいました。その席のね、テープちぎったの私ですから今日の椅子も並べたのそこ私ですからねそう、実はね、働いてもらうために呼んだんですひどい、こき使われましたということで、トークショーなんですけど、はい、実はまあ、去年ね、角田さん、カニ興行レギュラーで出てもらったんですけど、はい、実際のところ、僕会場でね、お会いするしてね、挨拶するぐらいで、あんまりね、角田さんのことをよく知らないんですよ。知らないんです。皆さんの方が多分知ってると思うんですよ。だから僕が質問する質問が皆さん知ってることかもしれないですね。もしかしたら。そうですね。意外とみんなの方が知ってる可能性、ね、まあ、何を質問を飛ばしてくるかが非常に怖いんですけど、なんか最終的に打ち合わせない方がいいよねって言われて。今日してないんですよ。打ち合わせなしで。打ち合わせなしのぶつけ本番です。ぶつけ本番で、はい、今日本当にね、バタバタだったね。みんなギャラ渡してないですからねそれ後でやってくださいギャラ多分持って帰んないで帰っちゃう人いると思いますよ。いや、そこはしっかりね、いただかないとね私もよろしくお願いしますそんな感じで、まず、いろいろね、実は調べたんですよ。調べたんだけど、はい、まあ、ちょっと分かんないことだらけで、はい、で、ウィキペディア結構調べたら、はい、全然カニ工業のこと書いてないんだよね。え、書くわけねえだろ。どういうこと？ええ、ウィキペディアって、ウィキペディアになんか工業とかって書いてあるんですかね。書いてあるよ。どこどこで試合したとか。あ、そう、なんかどこぞの誰かが更新してくださってるんですよね。そうそう、最近
もあまり書けなくなっちゃった。書ける人がいるのに、昔はみんな書けたんだけど、あ、そうなんだ、あまりにもみんな書けて嘘ばっか書かれちゃうんで、書ける人が限られちゃって。でも私も確かにウィキペディアちょっと前に確認したら、得意技が意味わかんないやつそんな技出したことないみたいな。ドインディの選手は大体自分でみんな書いてますんでね、妙に細かく書いてあるんでね。へー。ちなみにカニキングのはないです。あ、自分で解説していただいてこんな感じで、ね、はい、調べたんだけどね、載ってなかったので、はい、そのカニ工業のことが全然載ってなかったらちょっと寂しいのでね、誰か、もしか書ける人いたらね、せっかくなんで書いておいてください。ツイッターに拡散していただいて、はい、カニ工業の情報をぜひ、はい、で、まあ、アクトレスガールズさんで、はい、パンフレットいっぱい出してますよね。そうですね、そういっぱい出してるんで、そことかにも多分情報がいっぱい載ってるんだと思うんだけど、僕一回も買ったことないのでまあ皆さんの方がね、情報量が多いっていうことで、まあ、はい、ツイッターの一番ヘッダーの、はい、ヘッダーのとこに、はい、あのちょこちょこっと書いてあったところに、自己紹介のちょっとね、気になることがあったんですよ、はい、なんか元公務員とかって書いてあったんですけど、あれ何なんですか？いや、そうなんですよ。皆さん知ってます？いい反応、すごい。知ってての反応かな？通販のショッピングみたいだった今知ってての反応かな？知ってましたよ。結構皆さん知ってる。そうなんですよ、もともと普通に私、学校卒業して社会人をやってたので。素敵いや、いいのいや、そうなんですよ。うちね、両親2人とも公務員なんですよ。で、あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから、なんか当たり前のように公務員になるっていう、すごい硬い感じで育ってきたので、幼稚園のと保育園の先生の資格を持ってて、やるんだったら絶対公立のそう、保育園とか幼稚園とか、もう公務員に。公立っていうのがあるんですね。そうなんですよ、私立とね、公立って別であるんですけど、そう、そこにね、絶対試験受かって公務員になってやるって思ってたんでそうですよ、世田谷区の職員やってました。何の親か分かんないけどそうなんですよ、世田谷区の保育園で先生やってました。僕もね、ちなみに子供好きなんで、なんかだってふわふわね、あ、ふわふわ公園でね、子供好きなんで一時期ね、そのホップさんとかやりたいなと思っただけですけど、思ったことはあります。思っただけ、うん、子供好きなんでね、このあれですよね、ホップさんとか出てくるあたりが地雷ですよね今何だっけ、ホップさん、ホップさん言わないんですよ、保育士、保育士ね、看護婦さんとかですよね。あ、そうですよ ね、そう、看護師さんね真面目な話になっちゃった。いや、それがなぜまたプロレス業界にプロレス入ったきっかけっていうのは、あ、きっかけは坂口さんにスカウトされたんですか？いや、違います。違うの？なんか、もともと役者とか、その公務員辞めて、はい、芸能活動をしてて、もともとそこから私、地下のすごいめちゃくちゃアングラな地下アイドルやってたんですけど。え、アイドルそう、そこから、舞台とかやって事務所に入って舞台にハマったので、舞台がやりたくて役者やってたのをやめて裏方やってたんですよ。会社に入って、今もちょっとたまにやってるんですけど、キャスティングやったりとか、それなんか舞台の裏方の仕事をやってた時に、そこの制作に入ってた会社の社長が声かけてくれたんですよ。プロレス団体、女子プロレスの団体立ち上げるんだけどやらないかって言われて、で、しかもそこの制作やってる時に出てた舞台のキャストさんが本間隊です。おお本間隊だ。そう、そこで本間隊に出会ってて、キャストさんと制作さんみたいな関係から、まさかのアクトレスガールズで再会するっていうあ、おおおお。ちなみにそのまあプロレスはその昔は見たこととか興味とか全然あったわけじゃないですよね。全く。で、そういう話をいただいたときに、はい、やれるとかやろうとかって、そういうどうなんなんですかね。いや、その舞台の裏方やってたときに役者に戻りたかったんですよ、すごく。なんか
裏で見てて、わあなんで私あそこのキラキラしたところにいないんだろうって思ってて、でも戻りたいけど今このまま戻っても状況変わらないし、でも年齢的にアイドルもできなかったし、もう28とかだったので、そうだからどうしようと思って、どうやったら舞台もやりながら私は売れていけるんだろうって思った時にいただいたのがプロレスだったので、もう乗っかるしかなかったんですよ。もう崖っぷちですよ本当に崖っぷちで行き着いた先がプロレスで、もうやってみようってこれしかないと思って、運動経験ゼロでしたけど、そうです、もう腕立てもできないし、あの倒立もマット運動もできない状態から28歳でスタートしました。おお、すごいですね。あの人間崖っぷちになってやろうと思ったらやれるんですよ。さあ、はい。怖いよ。いや。あのまあ最初にプロレス入った時って、はい、新宿スポーツセンターじゃないですか。ね。あの時はリング。あそこで膝おかしくしたんじゃないですか。いやそんな最初が。てたんですかね、だってあそこでドロップキックの練習とかさせられたでしょ。してましたね、したよね。いやだってあの今って当たり前にリングで 毎回練習してるんですけど、私たち最初ってリングで練習させてもらえる環境がなかったので、今だとよくこんなところで受け身の練習してたのみたいな、普通に畳の上であの前宙とかいや今じゃもう痛くて絶対やりたくないですけどですね。でももう逆にこのリングのこの状態を知らなかったので、最初リングに立ったことない状態でやってるから、そこでいろいろね、しかも2パットしてないでしょ。2パットしてなかったね。だからやっぱそこだと思うよ。俺絶対2パットないと練習したくないから。なんでみんなさ、新人の子さ2パットしないでよくだよなと思って。いやもう今考えたら痛いですよ ね。絶対そうですよ。あのミニバットは本当に下がです。でもあの時の3年間別に引きずってるわけではないですからね。まあちょっとね、はい、このプロレスの話始めちゃったけどね、今日プロレスの話しようと思ったんじゃないですか、実は。はい。はい、あの猫の話しようと思った。え、それ聞きたい。ここでケニさんと私の猫の話聞きたいですか。あ、なんかおいい T シャツよ。着せました。いい T シャツ、ここぞとばかりにカニさんに私の T シャツを着せるっていう、しかもラスト1枚の可愛い完売したラベンダー色をカニさんに捧げました。僕ね、実は犬派なんですよ。嘘あの犬も猫も両党です、両党。なんですか、猫は。猫の話でちょっと猫の話で広げてもらっていいですか。いや私も猫の話でそんなに広げられる自信ない。猫飼ってるんですか。あ、猫を実家で飼ってます。何匹くらい。1匹。あれやだ。どんな種類だ。1個ね、カニさんと普通に雑談してて、カニさんがね突然俺猫の真似すると猫寄ってくるんだよみたいな。猫とね会話できるんですよ。急にされて、はい、おほーみたいな、おほーみたいな感じになって、でもそこでやってくださいって言ったらもう終わっちゃうじゃないですか。今度動画上げますよ、動画。いらない。今度 YouTuber になりますんで。再生回数2回ぐらいですか。大丈夫、猫好きな人いっぱいいるから。違う、それはここにいるお客さんの前でやっていただかないと。やらないね。やらない。だからそれをこのねお客様方の前でやっていただいて、直にこの反応を見ていただいて、ね、いやちょっと厳しいな。ね、猫がいればあれだけど。なんか言ってましたよね。嫌だ、そういうプレイは嫌です。嫌だ。マジちょっと恥ずかしいな、猫な。そんな興味ない。カニさん、猫の話やめよう。猫の話やめて。ご両親、わ
かんないですけど、うちも反対派だったから。うちの母親がすごい反対でしたもん、昔から。あんな危ないことしたから。なんで私、カニさんの話、カニさんの話。トークバトルだから、トークバトル。バトル？やっぱ俺、喋りたがりだよね。ねえ。じゃあ、俺ね、もう少し角田さん喋んないと思ったら、結構喋ってくるんで、ちょっとやらないとやりたがりですね、やっぱりね。試合の時もやりたがりですよね。でもね、角田さんのいいところは、はい、そういう物おじせずにガンガンね、攻めるところだよね。いや、事前に言ったんです。もし最悪失礼があったら、後で謝りますと言ってその場の勢いで私喋っちゃうので、何かあったら、後で謝りますって言ったら、謝らなくていいよって言ってたから。角田さんね、ほんと攻める方ですよね。そう。僕ね、やられ派なんですよ。あ、ぽいですよね。これもね、実はね、長野で試合してる時に、はい、やられてからの反撃すると、子供たちがすごいね、声援してくれるんですよ。これに、はい、子供、はい、滑舌悪くて、子供たちにね、カニさん頑張れって、はい、で、やられてて、はい、ガーって最後ね、攻めると盛り上がるさ、それに味しめちゃって、このプロの世界に来てからもやってたら、ねえねえ、カニさんの話してるの、うん、やられる一方で、私引き出してますよね、カニさん。今度試合しましょうよ、今度。え？僕やられますから。私、カニさんと試合する、それ見たいですよ。おっ、えそんなことありますか？勝ったらじゃん、専門でやったよ。こうだけ煽るで、こうだけ煽るでしょ。なんでですか。いや、せめてタッグマッチにしましょう。タッグはダメだ。なんでですか。呼べる人がいない、横に呼べる人がいない、カニさん。ないね。これじゃあね、いつか復帰して、まあ、カニキング工業でカニさんとのシングルマッチ。まあ、坂口さんがね、何て言うか分かるけどね。だってこれ見たいかな、カニさんと私のシングルマッチね。いや、見たいと思います。あのカメラ、お客さん全員映しといてもらっていいですか。このシングルマッチが組まれた時にこの川暮れがいるかどうか。本当に私今ロックオンしますから、気をつけてよ。名前覚えられてないとか思ったら本当に覚えたからね。シングルマッチ実現したら絶対来てよ。やりましょうね。いや、そう、あとね、本当にこの場を借りて、はい、ネコキング工業2月22日にやりたかったの。おそう、去年ね、僕抑えたんですよ、2月に。今年だ、今年。本当に今年ね。カニさん、ネコキング工業を実現してくれようとして、2月22日、ここ抑えてくれてたんですよ、会場。やりましたよね、2月22日。そう、本当に嬉しかったんですけど、代表と話したその手術の日程が2月だったの。そう、頃合い的に2月やなーって。で、ね、来年のね、2月22日が、ね、土曜日なんですよ。おいや、いいと思うでしょ。アイスリボンさんが土曜日、ほら道場マッチ、道場マッチやってるから、1日ちょっと、あとね、早めに抑えても角田さんが出れるかがね、分かんないね。アクトレスがあるさ、月3回試合あるから。でも意外と土曜日少ないんですよね。そう、平日か日曜日なんですよ。だから先にね、カニさんはね、でもじゃあ22日難しかったら、まあ違う日でもね、違う日か、違う会場を押さえていただいてね。ネコキングコーン、何言ってるんですか、怖いわ。猫キング工業やったら誰が呼べるかみたいな、猫科の人をいっぱい呼びたいんですよ。猫科のね、方々、猫のマスクかぶってる。猫科いっぱいいますよね。猫科。おお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 お
意外とカード組めるかもしれないっていう。ギャラが払えないですけど。あ、それはちょっとあの私言うだけは頼む。この人どうですかみたいな感じでね。はい。よろしくお願いします。言っときます。2月には確実に復帰してますから。はい。やりますかじゃあ。お。やりますか。これ猫キング工業ですか、猫クイーン工業じゃない。そこはね、語呂よく猫キング工業ですよね。やりましょう、やりましょう。あの、拡散希望、ツイッター、みんな早く、あの、谷さんが猫キング工業今年やりますって言ってましたけど、ね、すぐツイートしてください。猫ペイで。そう、2月、2月中にやりますって言って。2月中に。じゃあ2月にやりましょう。おっ、おー、したいいのかな。さて、トークショー。こんな話いいですか、大丈夫ですか、なんか戻した方がいいかな、ね、猫の話もね、盛り上がらなかったからね。いや、だからカニさんが自分の話するのかな。いや、わかんないよ。いや、でもその娘さんがプロレスやってて反対してて大丈夫なんですか。あ、もうずっと3年ずっと見に来てくれなくて、あの千葉のね、大会とかあの呼んでくださる方が、お世話になってる方がいらっしゃって、千葉の大会とか出てたんですけど、会場まで車で送ってそのまま帰られるっていう。そう、もうずっと、なんで自分家の娘がね、そんな痛い思いをしてるのを見なきゃいけないんだって言われて、まあ、母方は見たくないですよね、多分ね。母方、うん、いや、お父さんもダメなの。え、そう、ダメで、で、あの一回初めてね、あの初期面で試合をしたことがあったんですよ。で、その時に初めて初期面から私が勝った時の、ああ、あれよかったですね。DVD を送って見てくれた。あれ、僕泣いちゃいましたよ。本当ですか。嬉しい。そう、そのね、時の大会の DVD を送ったら、やっとお母さんも見てくれて、頑張ってますねって手紙が来て、後楽園決まった時に初めて私自分でチケット買って、両親に送ったんですよ。で、あの、来てくれって言って、初めて後楽園見に来てくれました。よかったね、見に来てくれて。はい、でもなんかそしたら、すごい面白かったって言ってくれて、はい、なのでね、また後楽園は見に来てくれるであろうと思っておりますよ。やだ、真面目な話するとこういう空気になっちゃうから、不安になっちゃう。カクタさんって結構涙もろいですよね。すごい涙もろい。え、そう、でもね、本当に泣いてる時もあるんですよ。結構マイクとかで、違う、そういうことじゃない、あのマイクでね、泣いちゃう時とか、試合見て歓喜余ってセコンドいる時に泣いちゃう時とかあるんですけど、泣いてない時も泣いてたってツイッターで書かれがち。なんか涙を流してたみたいな、いや泣いてないみたいな、え、ごめん全然泣いてないみたいな時もある。なんか泣き虫なイメージがつきすぎて。そうなんだ、泣いといた方がいいか、泣いてこ。僕もね、最近、まあ昔からそうなんだけど、また僕の話してられるんだけど、涙もろくて。ちなみに2、3分ですからね、2、3分です。え、そのもうそんな、はい、マジで。もう50分からハルシさんの歌始まります。ちょっと喋ったね、足りない。涙もろくて、その、みんなのね、頑張ってる姿を見てると泣いちゃうんだよ。やばいね。あの、あんまり僕のとこ見ないでね、試合中見ながら泣いて。え、ここでも実際ひっそり泣いてる時あるんですか。まあ、ありますよ。やばいですね。そうなんだ。まあ、なんかね、試合見て泣けるときありますよね。頑張ってるなとか、あ、すごい。だから、その勝ったときもね、すごい感動した。あ、嬉しいね。じゃあ、復帰のときもぜひ泣いてください。もう終わりの時間なのに。まあ、締めにかかってください。そうですね。怪我の状態はどんな感じですか。あ、もう極めて順調に今走ってるんですけど、なんかどうしてもね、なんか半年ぐらい経ってから MRI 取らないと、なんか復帰していいよって言ってあげれないって言われてるんで、それ、うん、そこだけ、もう全然順調、もう順調。まあでも後楽園は、まあ、絶対間に合う感じ。いや、間に合わせたい、ギリギリって言われてるんで、ま、いや、でももう出るつもりでは、なんだ出るつもりでいるので。え、俺とのシングルマッチが。いやいや、もういつかいつか後楽園じゃないですか。いつかいつか、あと猫キング工業でやりましょう。第1試合、ゼロ試合、ゼロ試合。なんで第1試合のメインじゃないんですか。メインじゃないよ、やだよ。なんで背負えないよ、カニさんとのシングルマッチ。いやいやいや、あれ、そういえば、そういえば、あのタイトルマッチちゃんとメインね、やってくれたじゃないですか。
ゆいがにますか。あの1週間前ぐらいね、なんか泣いてましたけど、なんか1週間前すごい泣いてて、皆さん心配しましたよね。なんかで俺大丈夫かなってすごい心配してメール送ったらね、でメインちょっと無理なんじゃないかなと思って背にしようかなと思って聞いたら、メインやりますってね言ってくれたんで、よかったですけど。ということで、あれ30分になったらゴングなんないのかな、これ。あ、もう、なりましたね。はい、正解。あの、はい、もういい加減終わるよ、これ。はい、もうなんかということでね、そう、これ、あの、今日こっきりじゃなくて、またどっかでやるわけねえだろ、帰れよ。角田さんだけでいいんだよ、トークは。でも、一人じゃ喋れないでしょ。一人で喋れるよ。あ、そうだね、あの、質問大会にしよう。営業じゃねえんだよ、だから。まあ、そこは皆さんのご意見を聞いて、カニキング喋るなと。いうやつが多かったら、はい、多いよ、全員だよ。今アンケート取れよ、全員だよ。リプで、あのね、リプ殺到させていただいて、はい、だけど、カプテさん、またざ来ていただきありがとうございました。じゃあ、この回復帰目指して頑張りましょう。はい、さあ、カニカミキング、トルマトル、カニキング、そしてカキタロウでした。大きな拍手。はい、いかがだったでしょうか。この模様はですね、動画にアップする予定でなかったので、編集をねかなり入れてあります。ノーカット版を見たい方は、ぜひね DVD の方をご購入ください。よろしくお願いいたします。では次回動画でお会いしましょう。